行きましょう。音出てないな。
力じゃ生きられない、誘惑に弱い生き物なんだ。交差点のクラクションで我に返る僕、ため息で自分が消される前に SOS、 負の連鎖から抜け出したくて、一筋の光探してた。この苦しみから救い出して、このままじゃ息もできない。ああ明日を変えると決めたなら、今までの殻を打ち破れ、今こそ飛び出す時なんだ。もう間から声が聞こえる、10月から12月の週替わり MC を担当させていただく、改めましてアジアンタムです。よろしくお願いします。はい、それでは本日のゲストを紹介させていただきたいと思います。まずこの番組の先輩なんですか？まあ、かもしれない。みなみさやさんです。よろしくお願いします。みなみさやです。よろしくお願いします、はい。シンガーの木更木愛理さんです。はい、木更木愛理です。よろしくお願いします。はい、それでは皆様まず自己紹介、はい、軽く何かお願いします。はい、じゃあ私から、はい、兵庫県出身のピアノ弾き語りシンガーソングライターの南沙耶です。よろしくお願いします。お願いします。何とお呼びしたらいいでしょうか？え、何でもこの番組だけで何かこう呼び方とか。じゃあさやちゃん。さやちゃん、いいですね。では、はい、木更木さんどうぞ。はい、静岡県富士市出身のシンガーソングライターもどき木更木愛理です。どうぞよろしくお願いします。
んて呼んだらいいでしょう。せっかくね、今日限定っていうのはちょっとなんか変わった呼び方がいいけど、うん、はい、何がいい、何がいい、なんかないけど、じゃあつけてください。変わった呼び方、変わったっていうかね、さゆちゃんとかだと普通じゃないですか。今日あ、じゃあさやぽん、あやぽんつけよう。さやぽん、あいちゃん、あ、アイリポン、アイリポン、アイリポン、アイポン、アイポンです。アイポン、もはや誰かわからない。じゃあ今日はアイポンで、アイポン、アイポンで、アイポン、アイリポン言いにくいよね絶対。あ、じゃあアイポン、みんな似たようなポンポン、あ、あ、あ、アポン、あ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 、キサコ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 、はい、理想だから怖い。じゃあまずですね、ご挨拶代わりに1曲ずつライブさせていただきたいと思います。まず、アサポンから。今やったじゃん、私。え、あ、これ今そうだったの。そうだよ。またやんのかと思った。あ、そうなんだ。そうだよ。じゃあ、あの、サヤポン、お願いします。サヤポンから。はい、はい、行ってきます。いらっしゃい。今日はね、はい、今日もちょっとあの後藤冬樹さんね、あ、そうですね、ってことで、あの、うん、アジアンサムがね、はい、仕切りますよ。仕切れるかな。2人いるからなんですね。先週ね、はい、私の代わりに2人で、うん、あのやってたね。テンション上げ上げで、あの、上げ上げで、すごい上がってたね。私びっくりしちゃった。今週はもうあのアスポンが、うん、あ、やだよ、アスポン上げ上げ、上げ上げでやってくれるということで、ね、私はもう完全にこう、はい、あの MC アシスタント、アシスタントね。ちょっと何かあったら突っ込むぐらいの、怖い怖い、楽しみですね。なんか言い忘れたことがあったら言ってください。言い忘れたこと、なんか、あ、そうですね、あります。言わなきゃいけないことがいろいろあるんじゃないですか、今のうちに。あるの、うん、今日今週のプレゼントとかは、うん、あ、今週のプレゼントがですね、うん、ございますよ、はい、まずですね、これ今言っちゃっていいの。今日できる時間で、パルヘジアステッカー、こちら、はい、パルヘジアステッカーと、あと、トゥルーカラーズのアルバム、ボリューム1、これかな、ボリューム1、2のスプリット CD と、あと、キサラギアイリさんのサイン入りグッズ、どれだ。あ、このクリアファイル、クリアファイル、これですか。あ、かわいい、こちらですね。はい、こちらと、あとなんだ、浜崎エリカさんのサイン入り写真、貸し付きポストカード、どれ。これ先週迷いろいろ迷う。これかな。え、歌詞じゃない、歌詞じゃない。これかな、これですね。こちらです。はい、失礼しました。はい。はい、そしてみやこさんのサイン入りライブ限定ポストカード、どれでしょう。これでしょうか。はい、こちらですね。はい。そして小川えりさんのサイン入りライブ限定プロマイド。あ、これですね。かっこいい。はい。はい、こちらね。こちらね。こちらと。松沢春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、すごいいっぱいある。松沢さん、どれ、これかな、ステッカーっぽいやつ、こちらかな、こちらで、はい、なんかいっぱいある、どうしよう。宴芸さんのコンビ CD、はい、これじゃん、こちらね、はい。そして番組コーナーで使用したスケッチブックの紙、はい、後々使いますから、はい、あと終了後の集合写真のサイン入り、はい、あのプレゼントとなりますので、はい、これを全部1名様に、すごいですね、プレゼントということで、うん、これからですね、はい、番組の天の声てるちゃんが、はい、あのなんだっけ、パスワードじゃなくて、ハッシュタグ、ハッシュタグ、うん、ハッシュタグつけるらしい。はい、それで応募してください。はい、ツイッターで、ツイッターで、うん、用意できたようなので、はい、では南沙耶さんお願いします。それでは南沙耶で宇宙列車聞いてください。ねえ、会いたい気持ちが空へ昇り、どこだって連れてってくれる、この宇宙列車に乗り込んだ、はしゃべる鳴らして、
茹でる前髪と人々の肩少年が駆け寄ってきて僕の目を覗いたどこから来てどこへ向かうのだろうねえ会いたい気持ちがその愛の森宇宙理由がありまして、あの島さんじゃなくてゆうさんという方が作ってくださった曲なんですけれども、私あの6歳の、心臓病と戦っているなおちゃんという女の子の募金活動、手術代を、みんなで募金をしていた活動に参加をさせていただいておりまして、今ね、なおちゃん無事に手術終わって元気にリハビリ中ということで、そんなねまだまだこれから戦っていくなおちゃんに向けて、作った曲を今日は歌いたいと思うんですが、すげえなんか心配になってきた。スタートすればいいんだよね。待ってんだよね。誰も今映ってないですすいませんね、なぜいつもやらないパターンのもので、
そうですね、はい、皆さんの応援歌になるような曲になればと思っています。聴いてください、君に幸あれ。ラララララ、さあ歌いましょう。ラララララ、一緒に踊ろう。君の笑顔は希望を、前を向く君に幸あれ。いい子にしてたら願いは叶うのかな。明日に期待をして、今日も夢の中へ。こんな広い宇宙のさ、銀河系の太陽系、青いこの星に生まれてきたんだ。46億年もの物語の1ページのこの時代に生まれ、君と出会えた、すごい奇跡だね。ぐるぐる回ってゆく、ぐるぐる夢も世界も、君が掴み取った未来描いてこ、明日もラララララ、さあ歌いましょう。ラララララ、一緒に幸あれ。晴れの日があれば土砂降りの日もあるよ。嫌なことがあってもいいことも待ってる。雨の日は水たまり、避けたって濡れちゃうなら強くジャンプして飛び込んでみよう。靴も服も濡れたって絶対に乾くから、その今を楽しんで生きてるんだって感じられるから。キラキラ君の笑顔、ずっとずっと続きますように。みんなの願いはきっと届いてる。今日も明日も、君が辛い時には見えないとこで誰かが頑張れてエールを送ってることを忘れないでいて。こんな広い宇宙のさ、銀河系の太陽系、青いこの星に生まれてきたんだ。46億年もの物語の1ページのこの時代に生まれた、君と出会えた、すごい奇跡だね。ぐるぐる回ってゆく、ぐるぐる夢も世界も、君が掴み取った未来描いてこ、今日も明日もラララララ、さあ歌いましょう。ラララララ、一緒に踊ろう。たくさんの愛と希望を、受け前を向いた君に幸あれ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。如月愛理さんでした。はい、ここで10月の誕生日の視聴者様の募集をさせていただきたいと思うんですけれども、毎月1回その月の誕生日の視聴者の方やゲスト出演していただいたアーティストの皆様をお祝いするということで、番組の後半にバースデーソングでお祝いしたいと思います。はい、で今月10月が誕生日の方はソーシャルストリームタイムラインにお呼びするお名前とお誕生日をお書きいただければと思います。はい、はい、でご家族とかお友達をご紹介いただいても
はい、大丈夫ということで、はい、でも呼びます。はい、お待ちしておりますので、はい、お母さん今日今月誕生日、お母さん、お母さん、お母さん呼ぼうか、なんて名前？あつこ、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 呼び捨てでも大丈夫？大丈夫。OK。はい、どしどしね、お待ちしております。お待ちしてます。じゃあ朝子お願い。はい、はい、急に来たね。はい、ということで、うん、持ち込み企画。はい、行くよ。あらたむの持ち込み企画、帰ってきた絵心選手権&絵心選手権 3D イエイ、はい、というわけでですね、はい、まあ、私がソロで、ね、出てた時代に、うん、2011年ですよ、最初、はい、私、数えたらね、今日15回目だった。すごい出てる、ね、すごい一番先輩が、なんか特番とかね、深夜とかを含めたら15回目にしてなんですけど、はい、でその最初がもう次の回で勝手に持ち込んだ企画がありまして、うん、はぁって欲しいなと思って、そう、愛理ちゃんとね一緒に、あと今日ね、サポートしてくれてるカズン君と志麻さんと4人で出た時にやってたんですけど、絵で伝え、あ、じゃあその1、2個あると、うん、その1、絵で伝えよう伝言ゲーム、わぁということで、はい、ちょっと応用編にしました。応用編を前は何かの絵を描いてって言って、うん、もうそのまま描いていただいたんですけれども、うん、今回は絵で伝言ゲームしてみよう、うん、お題に沿った、いや、せっかくはね、付け足したいですよね。画伯がいらっしゃるんですよ、人が、そう、画伯がいるから、ね、確かにそうですね、で人が増えた方がどんどん変な絵になってくるそれがね、ちょっと面白いかなと思って、うん、お題に沿った絵を一人ずつこう、うん、例えば私がね、こう描いたとするじゃない、はい、そしたら、みんな見ない、ね、目つぶってあっち向いてて、うん、あっち向いてもらって、うん、愛理ちゃんだけが、きさこね、きさこ忘れてたんだきさこが、きさこが、きさこだけに見せます、うん、で、25秒で25秒描いてもらう、あ、で、描くのって、うん、それが何なのかそう、で、終わったらもう伏せるから同じものを描けばいいんですよね。そう、同じものを描、まあ、同じもの、読み取って描いてくれればいいってことですねなるほど。そうで、はいはい、じゃあ私がお題を出してもいいんですよ。私がお題を出すとすぐ分かっちゃうから、うん、では天の声さんが出しますか。え、お題を出すの、うん、おう、でもそれお題をお題を、うん、文字にして私の見せてくれたら、私が最初の絵を描き始めるから、で、はい、こういう流れで、なるほど、あ、スポン、私最後、あ、じゃあジャッケしようか、順番、いいよ、せっかく、で、せっかくだからじゃあ参加するか、ハク、リスナー、もう一人、もう一人、もう一人も来る？え、あ、じゃあ一人だけに見せるか、そうそうそうです、そうです、で、じゃんけんして順番切るか。はい、書けない、もう一人の画伯は来ないかな、とりあえず来ないんですか、ね、とりあえず来ないか、じゃあその2で来てもらおうじゃあよくルール聞いてなかった、はい、伝言ゲームだよ伝言ゲームね、伝言ゲーム、じゃあじゃんけんしよう、書きづらい、じゃあ、じゃあ勝った順にこっち座っていくね、負けた人が一番最後ね、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、1個でしょ、アイコでしょ、全然決まんない、アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ、あれ、アイコでしょ、なんだか、アイコでしょ、アイコでしょ、あー、最初はグー、じゃんけんぽい、やべ、一番だ、一番だ、ちなみに、あ、まあいいや、先に決めてからでしょ、最初はグー、じゃんけんぽい、ってこと、最初はグー、じゃんけんぽい、アイコでしょ、三番目、三番、四番目、五番、面白くないこれ逆の方が逆の方が面白かったかもしれない、そうか、でもそうすると最初からも何だか分かんないそうか、最初分かった方がいいからいいんじゃないかな、そう、1枚めくると書いて、ただ私もいやさ、あれだよね、前の人が描いた絵を真似りゃいいってこと、そうそうそう、まあ真似りゃいいけど、ちゃんと何を描いてるか、責任重大じゃないの、言いましたね、3番目だから、真似ればいい、真似ればいいわけでしょ、言いましたね、模倣でしょ、模倣できるんですよ、簡単じゃないですか、簡単じゃない言いましたね、で、重要なこと言い忘れましたけれども、うん、一番足を引っ張った人は罰ゲームですから、罰ゲームは私大丈夫だと、罰ゲームは分かりやすいのかな、
あ、次もない。まだ決めトップってどうしよう。まだ決めてないですけど、あのとりあえず投票はね、あの、うん、リスナーの皆さんにしていただいて、誰が一番足を引っ張ったかしていただいて、あ、私ここじゃない。シマさん最後。ごめんなさい。そう、で、あの、ちゃんと協力して、そこ入らないんでしょ？ん？入らないんですよ。入らない。あ、つまり、つまり、はい。俺が書いたの誰が見るの？は、視聴者の皆様が見ます。うん、で、え、じゃあ、何？それを見て。答えるのはシマさんだからね。シマさんが答えるって書いて。どういう絵かっていうの？うん、そうそう。あ、書いた上で俺が答える。そうです。ああそうだよね。そりゃそうです。でもさ、描、はい、いた絵を、じゃあ会場のお客さんが、あ、まあそれでもいいですよ。そうします、うん、ちょっと責任重大な感じも、あ、そうしようか。じゃあ自分で答えたら面白くないよね。そうだよね。じゃあ会場の皆さんに、言ってもらいましょう。で、一番足を引っ張った人どうする？罰ゲーム何にする？罰ゲーム何？みんなやりたくないよね。罰ゲームは、じゃあみんなやりたくないんだよね。メンバーのモノマネをする。あ、ここにいる中の？はい、私詳しく知らない。なんか問題発言が。あ、じゃあまあ大丈夫ですよ。まあ誰でもいいですよ。誰でも。うん、あ、いや、まあ誰でもいいですよ。じゃあ、まあ、この中の誰が来てるのモノマネ。まあ、じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ。じゃあ私たちは、ちょっと覚悟も用意して、タイムキーパーもいないとね。タイムキーパー。これ出るのかな？これ出るかな？出ないと。出る、出る、出る。あ、なんか薄いかも。怖い。これ薄いでしょ？薄いの嫌だな。薄いとね、かけない。どうしようかな。水色にしよっかな。あ、先に見せない方が良かったな。あー、ごめん。え、落ちた。てか、あそこさん、声出ない。すいません。25秒だけかな、これ。そう、それ、あれだな。すごい難しい。始まってから見せればよかったな。まあ、いっか。いや、トップは時間欲しいですよ、これ。あ、そうですか。決して字書いちゃダメだから。あ、そうです。これ書きづらいな、やめよう。え、これ25秒で書けるかな。え、そんな難しいんじゃん。いや、でも書き始めてから25秒だからね。考えてください。じゃあうちらは目をつぶってればいいの？30秒じゃないの？こっち向いておく？30秒にしましょう、切りよく。え、めっちゃ怖いよ。1分2分、2分半かかる。はい。じゃあ30秒。あ、怖い。やば。タイムキーパー。誰が何を用意ドンするの？どうする？じゃあ行くぞ。用意ドンする人ここにいる。あ、じゃあ用意ドンの人。やべ、怖い。30秒だって。はい。うん。は？大丈夫。大丈夫。頑張ろう。はい。じゃあ行きますよ。はい。よーい、スタート。うわ、難しいよ。確かに放送事故だよ、これ。まあでも、喋ってても、喋っててもいいですけど。BGM 流れてるんで。カメラにだけ映せばいいんじゃない？どんな風に変わっていくか見える。まあ、カメラで映して。てか、外でかすぎんだ、これ。いいけどね。どっちでもいいよ。あ、見ちゃった、ごめん。そうね、今カンニングしそうになっちゃった。え、画面ください。画面見ちゃいけないんだ。いやー、え、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。え、見ていいんですか？で、そう、一人だけ見ていい。私が見て。うん、では、私、うん、うん。何秒見せていいの？いや、見せるのはいい。書くの30秒。あ、なるほど。え、もう始まってるの？え、でも私はすごい特徴を掴んで書いてるはず。あ、特徴は掴んでるよ。あ、何今確認のコーナーになる。ああ、いや、もういいか。あ、伝わって、伝わって、はい、伝わった、一応伝わったみたいな。大丈夫です。よーい、スタート。修正してほしいな、できれば。怖い。できれば修正してほしいな。てかさ、こんなやつのなんか妙な感じ。これなんかみんな横向いてるの？終わった人からこう喋っていく感じのあれが。そうですね。緊張してんだもん。いやー、なんか緊張するね。しかもあれですね、私から見たらみんなは後ろ姿ですけど、カメラから見たら完全になんか横顔。横顔、なかなかないよ、横顔見せる。はい、はい。うん、ちょっと微妙かも。あ、でも、うまい感じにいけました。本当に。いいんですか、見せて。はい、じゃあ見せてください。
こっちには見せてもらえちゃう。ちょっとこれも見せようよ、ここに。似てるってこと？いい意味の似てるあの、似てる全然わかんない、なにこれやばい、もうわかんない。え、でもあの特徴は、あの、節々にヒントは隠れている。いいですか？はい、じゃあもう、はい、いきます、よーい、スタート。ちょっと、全然わかんない。ファイド、え、これむずすぎる。てか、何かわかった？何かがわからない。きっと大丈夫、その、うん、大丈夫。なんかポイントさえ書いとけば、きっと。ポイント、どれがポイントか分かってる。ほら、分かってない。なんか持ってたんだよね。やっぱ。あー、うん。ダメか。だいぶ変わってきたけど。ちょっとジブリの世界になった。あ、ジブリ。うん、はい。え、はい、じゃあ。それヒントなの。はい。これヒント。はい、あ、良くなった、良くなった。良くなった、良くなった。これ何？もう何で？これ何？これ何？ちょっと待って。これ確かに使ったことない人は。でもあれ多分私は。あ、私使ったことある人。え？大丈夫かな？今言っちゃった。言っちゃダメ。ダメだから。言っちゃダメ。今言っちゃった。あ、言っちゃダメ。言ってくれたのか。え？言っちゃダメだよ。くれた？これ誰？ちょっと私も。あ、ま、分かった。あれでもな、ちょっと待って、この長い。いいですか？マジか。はい、じゃあ行きますよ。よーい、スタート。え、なんで縦なの？縦。私縦スタートでしたよ。あ、そうなんだ。どっちでも、どっちでも大丈夫。え、今言ったのか。あ、なんか人の絵って面白いね。うん。大変なことになりそうだね。ちょっとここで変化がすごいありそう。あ、でも違うのか。これじゃないんじゃないの。でもさ、なんだかんだ言ってちゃんと継承されてるじゃん、ここまで。え？こっちじゃない？そう、そっちか。わー、継承。あははは、ちょっと。マジマジ。ちょっと画面見せて、ひどい。変えたんじゃないんだ。変えちゃったのかなと思って。画面に見せて、見せて。ひどい。やばい、やばい、やばい。これは気づいた。なんだ、お客さんもっと反応していいんですよ。見えない、見えない。はい、じゃあ、なんか変なのが。変なのがあったよ。これは関係ない。これでもお客さんで見せちゃったから関係ない。あ、そうだ。お客さんより島さんが答えた。うん、島さんが答えた方がいいんだよ。まあ、そうだよ。お客さん見せちゃいけなかった。本当はね。あ、そうです、シムさん、そうそう、見せちゃった。よーい、スタート。まず書くんだよね。まず書いて、自分が予想するものを書いてください。あ、早い、シムさん早い。そうそうそう、答えだと思うものすごい早いけど。シマさん、シマ画伯久しぶりに見たな、お会いした。ちょっと久しぶりですね。あ、でもなんか伝わったよ、伝わってる。伝わってんのかな、でもかな、多分伝わったんや。え、だって、そもそもそこで伝わったの。あの最初、あ、でも今言わない方がいい。言わない方がいい。後だ。終了です。さあさあ、それはじゃあカメラの前に答えはじゃん。うわっ、ひどい。まあでも伝わってる、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 確かに。あ、なんか千葉さんと通じるものがあるじゃん。髪の毛とかどこに。ていうかさ、なんか ここ通るみたいな。あ、でもこのぐらい稚拙な方が伝わるんですよ、きっと島さんに。稚拙な絵心の方がね。で答えは、じゃあちょっと島さんの絵から。でもさっき見せちゃったんだよね、お客さんに。いや大丈夫、大差ないか。大丈夫。でも私のも見てるよ。見たい。まあまあ、でもみんな見てる。あんま見れてないから。アイちゃんの見ちゃったら分かっちゃう。あ、じゃあ、あんま見れてなかったそうなこっちの人にちょっと答えていいよって人。しまさん、誰も分かるよっていう。微妙なんだね。誰も分からない。分からない。あ、でもしまさんが書いたから分からなくなっちゃったんじゃないの。なんか何かをしてる人なのか分かるような気がするけど。うん、
え、待って、それが何なのかっていう。私は、あの、でもな、最初ね、じゃあさ、さ、最初ちょっとあれだったんだよ。カメラにちょっとバッて映して、見てる人にも、じゃあ、うん、これは 何か。みんな正しく伝わってるのかな、絵はと思う。でもじゃあ私はじゃあこっちから行く、こっちから、とりあえずこっちから答え合わせして、うん、そうだね、かないとこっちから答え合わせしたら意味ないじゃないですか。とりあえずギターガールだと思った、はい、ギターガール、具体的にで、だ誰かっていうこと、誰か、誰かってことなの、固有名詞が、うん、ってこと、これって、いや、そう、じゃあザバリそうしましょう、うん、ひさいちゃん、なんだひさえちゃんね。でも姉さんの絵をパッと見たときもひさえちゃんかなって。ひさえちゃんか。私ね、あの、でも、ほんと髪短く描いてたから、さやちゃんがね。でも、私かなって思った。おの。だけど、私、髪短くないから、途中から、あれ魔女の宅急便のあっちのほうき持ってる方かなってちょっと思い始めて、ちょっとほうきをかき始めて、ほうきをかき始めて、でもえってみんな言うから違うんだなって。え、じゃあキキでいいってこと。そう、キキ、でも、あ、でもキキかと思ったけど中田に直したってことですね。じゃあ中田ね、うん、はい、うん、はい、まあ、髪短いでしょ、うん、ずばり誰、短い、え、ずばり何ですか、誰で、誰だと、何だ、あさこさんだと思った、え、私と思って書いたの、いや、この時は思ってなかっただからその時は何だと思って書いたのかを言わないとね。この時は、なんかギター持った人、うん、ギターギターじゃないね、こう葉っぱじゃん、どういてなんか、え、でもちょっとギターじゃないかなと思って、でもこれギターじゃないよ、でもこれ似てるの、この人と似てる、ちょっとほうきっぽいじゃん、アスボンの似てるから見てください、え、モップっぽくなのかな、ほら似てる、私の書いたのと、ほらこれアサコンですね、音符がね、音符があれば分かったよ、そうそうそう、音符、音符、これ音符、そうです、あ、そうです、アサポンかなって思いました、そうそうそう、でもね、ちょっと髪がね、書いてて短いなって思っちゃった、うん、あ、違うって思ったでもしょうがないっつって、私ちょっと長めに書いた方がいい、え、同じもんだよ同じだよです。じゃあ、まあまあ、答え分かってる人だから絵だけにして、うん、まあ、あー、似てる、あー、うん、確かに面白いね、なるほどね、ギターがめっちゃ下向いてるけど、そうだね、そうギターかけなくて、時間なくてやばい、どうしようどうしようと思って、でもなんか書こうと思って、うん、急いで書いたの、ギター、うん、帽子とギターだけは絶対書こうと思って、帽子で分かった、うん、そう、うん、私も帽子で分かった、ね、まあでも答え、志麻さんは、志麻さんは誰だと思って書いたんだっけ、俺このさ、寄り目がさ、寄り目がなんか特徴だと思ってそれだけは帽子しようと模倣、模倣、違うね、これは目だけど、で、ギター、これギターだっつうのは分かった、分かった、あ、寄り目とギターだけ組み取った、寄り目じゃなかった、寄り目じゃないよ、中田が寄り目になった、寄り向いてたもんね、でも途中からそうですね、さやさんまでは結構そうでしょ、結構いい線いってるでしょ、いや、戻ったんでしょ、でもなんかこれが本当何かよ、カバンかなって感じじゃん、まあ、みんな笑ってるから、いや、まあ、そこは必要ないと思ったんで、笑ってるところなるほどね、はい、はい、じゃあ、というわけで、でも正解したんで、私から答えこれです、あー、当たったあれ、でも志麻さん以外だ、志麻さんにまで伝わらなかったってことは伝わらなかったってことは、朝ポンじゃないかな、あー、あー、ちょっと伝わらなかった、嘘でしょ嘘ついてるでしょ、もうちょっと自分らしく書いてほしい自分らしく自分だって自分がダメだし、ダメだし、そう、なんで寄り目にしたの、寄り目関係なくここを見てくれればよかった、帽子と、帽子とね、そうですか、じゃあ、うん、え、投票はしましょう、投票してもらう、投票しましょう、ここで決めちゃダメで、うん、あ、そうだね、そうそう、うん、このお客さんが、そうそう、誰が足引っ張ったと思うか投票、いや、でもさやちゃんのここがさ、ちょっと違う、いやそこさえ見なければギターさっさとかけたんだよ、
あー怖い怖い。いやギターは俺分かったから問題ない。そうだからさ、なんか顔を描く余裕が。寄り目がダメなの。寄り目寄り目じゃない。これなんだよ。だってこれこれギターじゃない、葉っぱじゃん。ギター伝わってるからもういいんだ。え違う、だから私が読み取った。必死めちゃ必死。起死回生の起死回生に戻してあげたんだよ。えこれ見たら何だと思ったの志麻さん。それなんか卓球のあの板っぽい。そしたら違うって思う。えでもここ私もギターって分かんなかった。えでもオンプあるじゃないですか。なんでオンプあるじゃん。アスポンからちょっとおかしい。アスポンがさ、おかしい。アスポンさんには伝えた。アスポン本気になってる。私伝えたから。皆さん次第でね。はい、皆さん投票してくださいね。あの誰が。はい。投票。なんか止まってんのかなこれ。かな。これ何更新しちゃって大丈夫なの、うん、更新、そうそう更新しちゃって。どうやってやるの。誰が足を引っ張ったか、はい、引っ張った足を引っ張った人の名前を書いていただければいいってことで、はい、でツイートしてくださいね。慣れない方がいいってことね。朝ポンだよ。はい。あら違うよ違うよ。ほらほら投票って大事だね。あれ投票大事だよ。あんまり来てない。来てない。ねえ来てる来てる、だんだん。あ、朝ポンがビリ。まだ11ですよ。まだ1でも確かに今ね11だよ。11ですよ。そんなことないよ。やっぱそうだって、やっぱギターに戻したんで私一応。そうこのちょっと なんだかわかんない。なんかギターです。ギターだって音符ある。じゃあ会場のお客さんの拍手の大きさで決めるとかですか。そうします。いいじゃん。投票みんなあんま来ないね。大丈夫、気が進まないみたいな、ね。みんな遠慮しちゃってる。名前を書くのは気が引けるみたいな。あ、そうなのかな。はい。なるほど。じゃあそうする。じゃあダメな人に一番の拍手をってことですか。そうですね。仕切っちゃってる。そうですね。どうしますか。じゃあ。なんか拍手しづらくない。あとさ一緒にさまだ。いやだから、この人は大丈夫って人に手を挙げてもらえばいいんじゃない。この人は大丈夫。大丈夫。ビリじゃないって。セーフな人を手を挙げてもらって。え、それ何回手挙げれるんですか。何回でも挙げていいけど、うん、少ない人、一番少ない人ダメって。なるほど。どう考えても姉さんでしょ。やったもうあんま投票関係なくなったみたいだから。じゃあ、とりあえず。あ、アスポン、アスポン。違う、アスポン来た。この2人、この2人。これを、もうこの2人。いや、2択、2択。ちょっと、何、2択なんだよ。意外と2択。2択、2択。そう、おかしい。じゃあ2択で。いや、2択。多数決で。多数決。じゃあ、あ、じゃあ今のを 2-2 でもじゃあ入れましょう。じゃあしょうがない、うん、入れて、入れてしょうがない。やっぱそしたらダメなんじゃないこれっていうのを。ダメな人に手を挙げればいいしかないね。そうなっちゃった。じゃあ2本あるからさ手が、うん、あの2本2回はあげるみんなもう1回考えたいのかな。そう、なくてもいいし、あの 2回あさこ姉さん1票入りました。すごいです。2回あげてもらっていいんだよ。じゃあ足を引っ張った人2人あげましょう。2人じゃないよ、1人でいいんだよ。1人2回手を挙げるってことですか。2回挙げてってことで、はい、じゃあ、はい、もういいですか、決めますよ。はい、じゃあ最初キサコが足を引っ張ったと思う人。イエーイ、ゼロ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 。はい、次アスポンが足を引っ張ったと思う人。あれ、まあ大丈夫だ。まあ1、はいはい、あ1ありますね。あ、はい、サヤポン、あ、皆さん、あの綺麗にあげてください。わかりやすく。サヤポンが足引っ張ったと思う人。あ、おお、ちょっと後で。じゃあ、アサポンが足引っ張ったと思う人。設定でしょこれ。シマさん、シマさんこれだ。シマさん、シマさん2票。そうすると。やったー。いやもう数えるまでもなく。ダントツでアサポさん。わかりましたよ。そうですね。じゃあ、そうですね。おとなしくじゃあ今日は受けたいと思います。で、じゃあ罰ゲームは誰のものですか。誰にしよう。あ、言わないでやってみようかじゃあ。言わないで。言わないでやって。名前言うの禁止だから。うん。名前言うの。名前言うの禁止。
ちらが。あ、どうしようかな。名前の禁止難しいな。わかった。ちょっとね、ちょっとあ、もうやってるんですか。ちょっと喋ってて、ちょっと喋ってて、ちょっと喋ってて、準備するから、ちょっとあの、もう話の下りを、あ、もう一問本当あるけど、うん、やってもいいけど、次もあるよ。あ、じゃあ行きます。いいですか。はい、あ、いいの？いいですか。どれのカメラあれ？カメラこっち。皆さん、今日は本当にありがとうございました。っていう絶対ライブで言うキサコの真似でした。言っちゃった。いや本当にってめちゃくちゃ言ってるよ。言ってる。そう、あのこの間のワンマンの DVD を見たら、あれはねうちのお母さんとも話してる。あんたは本当にって言い過ぎなのよ。そう。何回どれが本当か分からなかったよ。そう。もう10回以上言ってたよね。いやでもそれだけ本当に何回言っても足りないぐらいの感謝は持ってた。まあ、それを私もちょっと今伝えてみたよ。どこのアイドルかと思ったら、アイドルってことだよ。私もちょっとなんかダミ声で言ってるから大丈夫。え、ダミ声言ってるから大丈夫。ダミ声って言ってたっけ。いやでも結構な高い声だね。なんで仕切ってんの。はい、ありがとうございました。はい、次どうする。なんか 3D 行くか、なんかこれで終わるのもちょっとあれなんで、もう一回やる。リベンジ。じゃあ私が今度そっち行こう。あそこのリベンジ、こっち行って。じゃああとは決めていいんじゃない。あそこに順番。やだ。シマさんどこに入れるか迷うよね。また出していいんでしょ。またお題出して。お題出していいですよ。お題出すの嬉しいらしい。どこに入れようかな。シマさんには魅力。みんなしてハメコハメコ。みんなしてハメコしていくがいい。どういう順番で。じゃあとジャンケンしていこう。何よ、俺2番は固定なの。最初はグーってことは私、え、島さんの時怖いよ。私ここ、え、じゃあ私こ、分かった、私が頑張って読み解く。こうだから、中田の模倣するから。模倣お願いします。さっきの特徴を決めました。これは目をつぶってればいいのか。まだいいよ。じゃあ同じ感じで。同じ感じで。あ、いいの。どうする？決まりました。大丈夫です。これは何、見る時間は何？見るのはいいけど、角度が30秒。え、じゃあ目つぶる。なんか、あれだね。お客さんの対面みたいな。いや、だって、だってあそこで変わるんだよ。難しいと思うよ。嘘。構図がちょっと。構図が。え、だってこれも特徴的だもん。何だろう。ああ。さっきの絵に難しい。あ、そうか。あ、じゃあさ、ごめん。これは変えちゃダメ。いやいや、それだよ。え、じゃあ変えるしかない。だって分かっちゃうよ。あ、え、ちょっと待って。あ、でも別にいいよ、別に。あ、書いていいって、書いていいんだ。書いていいんだ。今見た？見てないね。見てない。あ、全然見えてない。じゃあ書いて。書いていい？もう特徴を捉えてお願いします。大丈夫だよ。まあ、書いてないか。でも。でもさ、全然似てないよ。可愛いけど。え、なんで私が次？書いた。書いた感じ。書いた感じ。まだ書かないんですよね。ああ、そう。今から書くでしょ。ああ、そう。さっきのつけてるし。はい、いきますよ。よーい、スタート。
激しい。難しいんですか。絶対島さんもだったね。特徴。大丈夫かな。大丈夫ですか。あ、はい、そうか、特徴か。いきます。よーい、スタート。いや、でも分かんないよ。その先継承されるとは。でも私、塩さんには絶対伝わってる。いや、そこは伝わってると思う。私の責任ではないと思う。責任逃れ発言。責任は私じゃないと思う。今日はじゃない、今回は。いや、そう。今思ったんだよ。すごいペンの音聞こえる。ペンが簡単に少なくなってきた。はい、30秒です。これ待ってるの結構ドキドキするね。どうしよう、怖い。あ、でも分かる、分かる、分かると、あの、そう、お客さんに見せないでこう画面にちょっと見せる感じ。あー、大丈夫。継承したと思う。継承してる、してる。はい、じゃあ、ミシゲ。ほら、だって早くないですか。早くないよ。だって簡単じゃん。何か分かればいいだけだから。あ、はい。はい。よーい、スタート。何を書いてるのね。シャイさん、頑張って。人じゃないかもしれないし、ね。笑ってしまう。あ、そうだね。じゃあ、これも、はい、さっきヒント言っちゃってるからさ。どうかもしれないしね。これ分かると思います。もう私いいの、はい、え、画面に、はい、おうん、なんか修正されてでしょ、でしょ、でしょ、うんうん、え、これはこれは思ってるのでいいのかな。はい、行きます。よーい、スタート。お題は分かりやすかったかもしれないね。うん、私が上手すぎて。ちょっと分かりづらかった。お題間違えたかもしれない。お題。わあ、でもよく分かんない、ここ。あれ？これは分かんないよ。最後の最後で分かんない。反対側から。あ、本当だ、本当だ、そうなってるね、そうなってる。言われてみたら、で、見ていいんですか。はい、うん、見ていいですよ。はい、見て、はい、あー、おー、おー、はい、じゃあ書いてください、スタート。もはや、一応みんなほぼほぼさ、うん、大丈夫、同じ。いや、ほぼほぼ同じでないとおかしい。うん、それが正しい姿だと思う。あれですよ、だから罰ゲームなくてもいいわけじゃないですか。そうそうそう、そうね、もちろんもちろん。まあね、うん、でもこれが全て、はい、はい、伝わればいい。じゃあどうぞ。はい、ダン。え、あれって何？あれ？あ、でもじゃあ向きは修正されてる。え、でも私が思ってるの多分一緒。うん、大丈夫だよね。はい、じゃあ、え、これは答え？答えは誰が言えばいいの？答えは私が言えばいいの？うん、志麻さん。うん、志麻さん。志麻さん首から手入って。違う。ちょっと短いやばいやばい。いや、正解ですね。はい、あれですね。どうします、全員で。
かった。まあまあこれ全員正解でしょ。結構でも、うん、そうだったんだ。そうそう。裏を取ってさ、山本圭介。ああ知らない人いるが、でもだいぶ修正しましたね。だいぶ本当よかった。でも最後首から手入ってまつげ、まつげ描いてもらった。そうそう、まつげよね。そう、ああ特徴ですね、確かに。え、じゃあ何、じゃまつげ描いてない。首から手生やした人が罰ゲームってこと？違うよ。これは投票しますか？え、これ投票いらないんじゃ、粘土行こうよ。え、投票、あ、投票いらなくて自分が罰ゲームやるってこと？違う。どうしますか？じゃあしないよ。じゃあ投票でいいよ。でも私だけやり損でしょ。え、でもそれはやり損じゃないですよ。明確だったんですよ。明確なことはない。明確ってか、一番美味しいとこ持ってったわけよ。一応じゃあ、一応手挙げてもらいましょうか。足を引っ張った人、また手を挙げてもらって、うんうん、投票、はいはい、もう投票はいい。現場だけとりあえず、うん、はい、じゃあ中田だと思う人。何してる？あれ？いるいるいる。はい、2回ですよ。いるいる。あ、2回でも1回でもいい。2本あります。2本。どうぞ。2本。あ、まだ悩んでるから。誰が下手かと思う。あれ、すいませんすいません、意外といない。あげる感じがね。じゃあ、さやぽんが足を引っ張ったと思う人。あれ、え、ちょっと意外に、どうしてじゃあ、きさこが、きさこ足を引っ張ったと思う人。え、嘘でしょ。5票もいる。そこなんだ。え、私すごい似てると思うよ。アスポンが足を引っ張ったと思う人。あ、でもしない。え、待って嘘でしょ。私これ面白い。なんでこうなったかわかんない。確かにこう山本さんに似てるかも。山本さん、まつげ描かないと。まつげ描かない。あー、なるほどね。山本さんに見えますよね、確かに。ここぞとばかりに攻めてくるよ。はい、ということで、じゃあ行ってみましょうか。名前言っちゃいけない。言わないでやって。やってから言ってもいいけど。あ、うん、ああ、そういうことか。そうそうそう。やる前に言っちゃった。違う人の名前なら使っていいってことですよね。違う人の名前。ああ、そうそう、あのセリフとして言うのは。セリフとして違う人の名前が。そうですね。分かったら似てるってことかな。みゃみゃみゃ。まあ。今の違う。今の違う。しまさん、しまさんって言ってる。しまさん、しまさん。すごい似てると思う、これ。しまさん、しまさん。これね、あのね、こういう感じ。ねんねん、しまさん、しまさん。っていう。いや、でも今の拍手は多分似てるってことですよ。いやいやいや、相方がすぐ言ってましたからね。そんなに島さんの絡み見てないあ、でも分かるって思った。もう、いやいや、はい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 、次が終わりましたな。はい、はい、今何時だ。もうね、時間がやばいね。結構やばいのかな。どうしましょう、いいですか。はい、サクッと。はい、エココロ 3D 粘土対決。イエイイエイ。なんとこれもまたですね、あの2011年か12年の冬にやった、うん、やりましたね。まさか音楽番組で粘土を練るっていうね、すごい。そうですね、あのおしぼりはどうですか。はい、で、あの、はい、お題に沿って、
みんな同じものを作りますが、はい、同じものを作っていただこう、うん、でその間にライブやっちゃうとあーなるほど、はい、はいはい、そうなんです。なのでね、いっぱいね粘土買ってきてもらいましたよ、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。これじゃあお題はもう先言っちゃう感じなの？お題誰が決めましょうか？これ人とかだったらさ、うん、あれだよね、誰かわかんない、苦手なんだよね。さやさんが苦手なの見たい。さやさんが苦手なの見たい。 3D は苦手なんだよ。じゃあさ、あの 人じゃなくて、もう物にしようか。物、これ台なの。あすごい、粘土板、粘土板とか懐かしい。あった、前あのその2010何年の時はサンタクロース、うん、サンタクロース作った、懐かしい。私なんかギャングのサンタみたいな、血まみれになっちゃったし、シワミレサンタみたいなの作っちゃった。BK みたいな。そうね。年度王子の出番。あ、そろそろじゃあもう10月だと、あ、ハロウィン。あーってやりやすい。佐藤くんはやらないのですか？ハロウィン。ハロウィンのかぼちゃ以外のもの。かぼちゃ以外。おっと。かぼちゃだって。オレンジがない。オレンジ。あ、じゃあじゃあ。オレンジないのだって。かぼちゃ以外にもハロウィン、あと何色あったっけ、ブラウン、色があるんだ、色いっぱいあるんですか、へぇ、かぼちゃ以外のハロウィン、えハロウィン、ハロウィン、あ、台がテーマハロウィン、うん、テーマハロウィンでかぼちゃ NG、 かぼちゃ NG って何だろう、あれ全部ちょっといっぱいとりあえず色を出し上げます。黄色、黄色、じゃあ白、この3人あたりで、じゃあ白、そんなに、これ白、うん、後ろで、まず、で、じゃあ、それ、これはじゃあ、全員の歌が終わるのが締め切り。振り上げて発表しましょう、はい、懐かしいでしょうね、うん、というわけでじゃあ逆回しで、ね、歌を行きましょう。あ、誰かもう歌の方は誰か逆ってことは私か、じゃあ、しまさん、ゲストさんから。で、カズマくん、はい。で、キサラギさん。これ、お題、ごめんなさい。ハロウィン。そうそう、え、じゃあもう作り始めていいの？ハロウィン。ハロウィン。お題はハロウィンで、ハロウィン、かぼちゃは NG。かぼちゃはダメ。うん、わかった。わかったって言ったの？かぼちゃはダメ。わかった。黒あるよね。あ、待って、同じことだね。それでは回送列車という曲を聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。東京から電車で3振動が心地よくて、ビルだらけの都会の景色が少しずつ
感じた。煙突から出てる煙、昔より減った気がする。いつの間にか増えていたショッピングモール、不便でていくつだった。煙突だらけの街が、いつの間にか知らない街へ変わってゆく。寂しいな。変わらないでと願う自分、遠回りして
ありがとうございました。ありがとうございました。これさ、接着剤とかないの？ないんだ。結構本格的にやっちゃって。水で。あ、水でくっつく。仲良くなって見たらちょっとひどいな。すごいね、なんかみんな。え、レイさん。え、それあのキャラ。あのキャラクター、あの、あ、目が取れてる。どこ行った目？目が取れてる。私もじゃあ、怖いな。袋もらおう。レッツゴー。よし。すごい、これ熱中しちゃいますね。そうなんです。すごい。すごいね、よく、ゾンビ。よく立ってるね。そうだよ。すごい、うまい。うまい。そう。あー、すごい。本格的だ。ゾンビ。あ、言っちゃった。言っちゃった。あ、ごめん。あ、じゃもう一個作る。もう一個。もう一個作る。ゾンビ三つ作るんでしょ。違うやつ。じゃあね。じゃあ、あ、分かった。うわあ、臭い。臭いとか。懐かしい匂いがする。なんか違うキャラクターになってきてるよ、なんかだんだん。なんかお化けみたいな。え、むしろちょっと銀玉とかに出てきそうな感じになっちゃってるけど。すごい。でもお化けいるよ、ハロウィン。お化けいますね、ハロウィン。ああ、かわいい。言っちゃダメだって。言っちゃダメだ。私もこれでいいかな。じゃあ私ワールドにしよう。粘土ばっかりやってる。準備できてない。できてないですかね。うん、できてない感じ。着々と進んでます。粘土作り。結構適当な振りをありがとうございます。ですね、先日あの舞台で使っていただいた曲アプリコットを聴いていただきたいと思います。その後に、ちょっと秋っぽいこちらも静かな曲なんですけど、結構好きだって言ってくれる方が多い曲の中で、シネマを聴いてください。
アプリコット聞いていただきました。ちょ見えないんですよ、カズマさん暗くて。では今日は南さや最後の曲になります、スカイワードアルバムの中のシネマ聞いてください。重ねたて数えた一人
今月お誕生日の方のお祝いをしたいと思います。大丈夫ですかね、みんな朝ぽ朝ぽ大丈夫かな。大丈夫よ。はい、で、あの10月お誕生日の視聴者の皆様とゲスト出演していただいたアーティストの皆様にバースデーソングをお届けしたいと思います。はい、はい、みんなであのやりましょうね。そう、はい、集まりましたか、お誕生日の方の名前。今のところ、あつこしか聞いてないよ。よく覚えてくれてありがとうございます。あつこの他に。あつこさん以外に。誰か10月生まれの知ってるアーティストさんとかいます？10月生まれ。書いてくれてるのかな。あ、もっさん。山本かおりさん。そう。山本かおりさん。今日じゃん。今日。山本かおり。ひとみさんがいる。そうだ、あっちゃん。あっちゃん。あ、そうだね。今週？来週？来週。来週？まだ再来週？あれ？意外と10月生まれてるね。10月生まれてますね。立たない、立たなくてもいいのかな。立たせなきゃダメなのかな。なんか
ですね、立たせてもいいし、あ、立たなくてもいいですか、あの昔やめた、あ、立ってなかったね、誰だっけ、南ゆりちゃんだっけ、そうですね、あの寝かせた図っていう、上から撮った図っていう新しい斬新だね、だったね、こんなもんじゃないね、横から寝てるタイプ、ね、じゃあ私これを寝かせて作ろう、すごい集中してるねみんな、でも私も作り終わっちゃったよ、じゃあなんか乾燥して取れちゃうんですよ、そう、どんどん取れちゃう、取れてみんななんでその滑らかになる、取れちゃうからなんか披露した瞬間にボロっていきそうで嫌なんだよ、ね、私も2つもできちゃったよ、すごいでしょ、私も一応2つできちゃった、え、本当気持ち悪い、ちょっと待って何それお誕生日やばい、お誕生日、誕生日どうですか、まとまりました、まとまったら歌いますから、まとまるまでは何するの黙々と何作ってんの、顔だけでいいかな、もうできた、あーちゃん、あー誰、あいさん、おう、あいさん、ツツが23日、それ知ってる、あ、住田あいさん、生まれてるね、10月生まれてるね、生まれてますね、順調に生まれてます、視聴者の皆さんはいないのかな、そうか、うん、じゃあアーティストさんの、そうですね、勝手に祝いましょう、そうか、中田に祝ってほしくないのかつって怒ってるの、怒ってないよ、霧吹きでこうやりたい、あ、確かに濡らしてペタペタくっつけたい、首が取れちゃう、え、しまさん何それ、気持ち悪いこれ、え、カラス、え、何これ、あ、でも出来たちだもんね、あ、緑もあったんだ、そうだ、もう1個できた、あ、みんな何個か、もういいや、私もこれでいいから、うん、なんだかわかんないのができちゃった、最後どうしよう、これいらないか、これない方が、これもじゃ視聴者プレゼントにしましょうか、いらないね、いらない、プレゼント、いや、送れないから、じゃあ、でも、でもあげたことありますよ、送ったの、送った、帽子かぶらせれば何でもそれっぽい、あー、なるほど、帽子かぶらせる、そうそう、まあいいや、ライブしないと、ライブしないと、今まとめてくれてる、うん、アジタムライブはいつやるの、この後、あ、この後これを、はい、あれですよね、やっぱフルネームで言わないとダメですね、うん、これは何て読んですか、その子は、いいよ、いいよ、あ、はい、ちょっとコウモリ作ろうと思ったらコウモリがわからない腕が曲がってることしか、コウモリってなかなかこうなってる、そう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 、ギザギザしてる、でもギザギザ作ってて割れちゃうんですよ、そうだから、ね、乾燥して3文字ぐらい、4文字ぐらいまでしか喋れない、下の名前でいいですか、下の名前でいいや、後でそれ写してあげればいい、はい、じゃあ、歌おう、じゃあサポお願いします、イエイ、はい、みんなやる気ない。来ないよ。島さん今ちょっと忙しい。ちょっとね、手が離せない。来ないよ。そう、手が効かない。あ、なんか意外となんかね、乾くとね、大丈夫。これなんか手が折れないね。全然わからない。なんか本当でも乾燥しちゃってどんどん取れてきちゃう、うん、はい、じゃあちょっといっぱいいるな、止めればいい、あれです、中田麻子の曲でハッピーバースデーという曲があるんですけれども、それに合わせて歌わせていただこうと思っておりまして、せっかくなんでね、みんなで歌いたいなっていうことで、ハッピーバースデートゥーユーっていうね、メロディーがあるんですけど、じゃあそこのトゥーユーのところを
あのこのね10月生まれのね出演者さん、番組出演者さん出演者さんの名前に置き換えてあの歌おうかなと思いますので、ぜひね、じゃあの年度で熱中してる皆さんも一緒に歌ってくれますか。はい、はい、あの私がハッピーバースデーな何々さんって言うから、何々さんハッピーバースデー何々さんって、はい、いいですか。はい、やがろうか。はい、ささやかだけど僕から君への贈り物を一年に一度きり大切なアニバーサリーデイ、いくつになっても明日の僕らは輝いてる。斜め上を向いてその目を見開いてごらん。 Happy birthday to you、 愛されて君は生まれた。 Happy birthday to you、 これからもずっと愛されてく。昨日までの日々を映し出したキャンドル、未来へ願いを込めてさあ吹き消して。さあじゃあここから行きましょうか。最初は10月の13日生まれのひとみリリーさんをじゃあお祝いしたいと思います。じゃあひとみさんでねやろう。ついたら言ってくださいね。どっちのカメラかわかんない。はい。ハッピーバースデーひとみさん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 。おめでとう。次、17日は渡辺エリカさんということで、エリカさんでエリカちゃんの方がいいのかな。エリカちゃんにしましょう。どんどん行こう。せーの、ツー、スリー。ハッピーバースデー、アリサちゃん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 。はい、次は21日、アマネミヒロさん。ミヒロさんで行こう。誕生日ということでいきますよ。ハッピーバースデーゆめみさん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 。はい、次は23日つつみたみなおこさん。なおこさんにしよう年上かな。ハッピーバースデーなおこさん。はい、ハッピーバースデーやもち。ハッピー
普通のハッピーバースデーの方を歌う。はせーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアテルちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。消してください。おめでとう。そしてそしてもう一つ。なんかあるんだっけかな？ない。あとで。はい。ということで続きやろう。ハッピーバースデー、てるちゃん。ですよ、あのね、島さんと和真くんがいたから特別バージョンでお送りしましたよ。そうそう、本当は私一人で弾かなきゃいけないどうやって来月やろうかな。一人で全部弾きながら全部やんなきゃいけないね。あ、そっかそっか。あ、歌ってくんないよはい、そんなわけでじゃあ最後はアジタムの曲をいきましょうか。着々と粘土も出来上がってきたでしょ。集中しちゃった。ではだんだん寒くなってきたということでですね、バイバイスノーマン。Thank you.
窓の外広がる白い絨毯、初雪に心躍らせて、マフラーにコートかじかむ指先、ぎゅっと握りしめた冬めく景色が誘うから、飛び出したんだ夢中で作り出したのは、今年最初の雪だるま、冷たいほっぺた肉吸い、で粘土大丈夫ですか？はい、できました。なんかえ？ちょっとびっくりしちゃった。あれ？なんか1個目はすごいいい感じだった。なんか全然ポップじゃないのになって。びっくりしちゃった。これもじゃあ簡単なないしでいいです。あ、いや、それ作ったからそれも出さないといけない。じゃあ、うん、作品披露しましょうか。はい。私立てられない。じゃあ朝ポンから。すごい可愛いよ。さっきさぽんすごい。どうぞ。その粘土板ごといきますか、うん、上にちょっと上げて粘土板ごとね、うん、そうそう寄れば取れるかもしれない、じゃあここ整理しないと大丈夫骨盤が骨盤大事なさやさんが作ってくれた骨盤が骨盤が骨盤
私が下駄箱。じゃあ行きます。あ、私からでいいの？いいんじゃない？あんま面白くないけど、まあ、面白くない方から行った方がいいね。私もうちょっと上に上げようか。私今回はね、割と綺麗に作った。はい、ほら、あのーテーマは、あー、かわいい、あのヨーロッパのお化け。だから、あのブルーアイズにしましたよ。ちょこっとだけこう傾斜つけられる。傾斜？そう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 、そう、ちょっとなんかね、手が震える。手が震えるし、こう、あの、そうそう、それで、それで大丈夫、それで大丈夫。ちょっと私の唇がね、頑張ったんで。これさ、おばきゅう？あの、本当は頭に3本毛を生やしてたんですよ、途中まで。あ、本当にそうだったの？そうそう、そしたらね、あの、なんか帽子かぶったら意味ないなって。あとよくわからない骸骨もつけてる。骸骨も見えます？うん、これスノーマンじゃないんだ。スノーマンじゃないです。スノーマンっぽい。うん、なんかでもかわいい。スノーマンっぽい、本当、うん、そうですって言えばいい。そうです。ごめんなさい。これがスノーマン。いらないわ。変なおじさん。変なおじさんっぽい。はい、はい、じゃあ、しおさん、ちょっと取っとく。うん、っとく。私も、取っとく。私でも、すごいいっぱいになってる。かわいいよ。完全に、うん、かわいい、傾けられない。あの、ちょっとね、マイクにかぶっちゃってるから。これは何？これね、コウモリ。コウモリ、すごい。いっぱい作ったね。やばいやばい、プルプルする、プルプルする。いっぱい作った。うん、いや、なんか骸骨を本当は立たせたかったんですけど、粘土が足りなくて。上からの図だじゃん。上からの図になっちゃった途中から。あ、そっちから見たら可愛い。可愛い。ハロウィンタウンな感じで。うんうん、あ、お化けかわいいね。お化けと、ちょっと本当は、そんな口本当はあれだった。本当はどうなの？本当はコウモリになる予定だったものと、お墓と、骸骨死んでんね。骸骨やる気ない骨盤はさやさんが作ってくれました。骨盤提供公開して下げて、はい、はい、でもすごいハロウィン風。じゃあ私結構、うん、あの、すごい凝ってみました。お化けの目がすごい、すごい立ってる。ちゃんとゾンビと、あ、ジェイさんの頭は何？これはね、斧で刺されたすごい、うん、すごい、すごい、そうそうそう、そっちがめっちゃ帰り地、帰り地すごいみたいな。ヒゲのおじさん、これね、口のつもりだったんだけど、ちょっと口なんかヒゲのおじさんっぽくない？ヒゲのおじさん、そうそう、ちょっと凝ってみました。すごいね。はい、なんかこれだけで出しとこう。あっちから行こうか。私のがまだマシ。まあ、さやさんのこっちのね、こっちが衝撃的。そうだね、これが、なんだろうね、これが。ちょっとすごい。生々しい言葉なんでしょ、しかも。こっち先に見せてからの。あ、そうか。こっちはね、かわいい。かわいい。これもかわいいって言ってるのに、かわいい、なぜ作った、そっちが。伝わらないけどね。うん、あ、どうぞどうぞ。それ、チケットなんでしょ。おまけが殺されたみたいな。殺された。しかもこれ取れないですよ、これ。すごい、落ちない。すごい、めっちゃ怖い。なんか現場みたいな。すごい血みたいに見える。怖い。でもこれかわいい。これかわいい。これさ、うん、かわいい、あの姉さんと兄弟じゃないの？あ、本当だ。あ、ほら、かわいい。帽子つけててもよかった。これすぐ帽子かけちゃう。なんか姉さんのアヒルみたい。そうそう、あ、かわいい。やばいよ。あ、落ちた。はい、そしてじゃあ最後、島さん。何これ、ハロウィンのテーマだよね。あ、これもしかしてカメ？え、何？ちょっと転落した。これ何？何？何？ちょっと落ちちゃった。笑うたびに落ちてるよ。もうちょっとキュッて押せばいいじゃん。繊細なんですね。そうですか。頑張れ。そこの下に手を入れればいい。ああ。もうダメです。厳しい。もうダメですよ。もうダメ
いい感じじゃないの？いやでも悪くないよ。ほら。これは鳥という感じ。何ですか？え、亀に乗ってる。亀に乗ってる。ほうきに乗ってる。ほうき、ほうきに乗ってる。魔女？そうそう。あ、魔女。魔女なんだ。人？ちょっとお化けかな。お化けではない。まあ、鳥だと思う。鳥。確かに、うん、鳥かと思う。鶏みたい。うーん、あ、落ちた。はい。はい。はい、ハロウィンがテーマでね。全員にあげます。じゃあこれを全員にあげます。全員にあげます。これは視聴者プレゼント。来るまでにもぐちゃぐちゃになっちゃう。うん。ここにいる人に。いらない。いらない。私のいらない。まあ、これ欲しいって人いるんですか。ほら。あ、いるよ。骸骨とかどう？ご希望の方で会場のご希望の方の人にご希望のものをあげようか。はい。そんなわけで。はい。じゃあ残ったやつはお店に展示、うん、いいんですか？こんな感じで買うはい、そのわけで童心に帰っていただけましたか？はい、はい、楽しかったです、うん、ね、やっぱ芸術の秋ですから。あ、確かに、確かにすごい、小学校みたい。確かにまとめたね、すごい。芸術の秋だ。以上、エゴカロ選手権でした。じゃあマイクを入れて、はい、あとは抽選、はい、はい、もうエンディングだけですからね、うん、もう過ぎてますけどね。あれ、先抽選、先にじゃあ抽選いきます。抽選、抽選から言います。全部ハッシュタグを言いましたっけ？私言ってない、言ってないね、流れてた、言ってないけど、うん、ちゃんと応募していただいてる。画伯が何だか、どこだ、今夜も画伯が豊作ですっていうのがハッシュタグで、それを、うんうん、SNS 等でツイートしていただきますと、はい、先ほど一番最初にお伝えしたプレゼントのカクカク、じかじか、それが全部1名様にプレゼントされます、うん、ということで、うん、じゃあ、誰だ、はい、いい出来だった人、大好き、今日対決で、ん、対決で粘土、え、あ、絵心、絵心、ほっころ島さんじゃないかな。何その振りは。1名様。はい、1名様。はい。じゃん。じゃん。じゃん。発表してください。トシさんでーす。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、お送り先等々、連絡がいきますので、お待ちになってください。はい、ということで、今日の振っちゃった、振ってもいいかなって言った。はい、そうしましたら、今日番組を見てくださった皆様を読み上げて、うん、これを言っていきましょう。皆さんで、はい、はい、じゃあ回してください。BGM が、ね、うん、いや、ちょっと、たまたまさんのがない、うん、あ、そうじゃあ読んでいきますね。はい、はい、青いゴム通りさん、ありがとうございます。ありがとうございます。でもいいの、順番に行きましょう。みなひさえさん、ありがとう。ずしパンさん、ありがとうございます。さっき、せつおさん、ありがとうございます。すすむさん、ありがとうございます。すすむひろさん、ありがとうございます。かぜにんさん、ありがとうございます。マーボーさん、マーボーどう、かぜさん、ありがとうございます。きりぼうさん、ありがとうございます。きじまるさん、ありがとうございます。 MS さん、ありがとうございます。佐藤さん、ありがとうございます。あ、木更木さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。木更木さん、ありがとうございます。せいやさん、ありがとうございます。せいやさん、ありがとうございます。あ、まだある。
しまさん、ありがとうございます。高橋アラスカさん。中田さこ、ありがとうございます。はい、以上ですね。はい、はい、というわけで、ここで活動紹介していきたいと思います。じゃあ改めてゲストの皆様、皆さんからお聞きとかあれば、これ片付けるこちら片付けるでも片付ける方が時間かかっちゃいますね、うん、じゃあそのまま頑張ってください。はい、はい、じゃあ私から、はい、10月は実は箱ライブが私1本しもうあと1本しかなくてですね、10月29日銀座宮カフェでハロウィンのライブがあります。仮装をしてライブをやりますんで、ぜひよかったら来てください。そして、あさこさんと島さんと旅立ちます。今週末は、大阪11日日曜日は大阪イコラモール泉佐野、12日月曜祝日プレハウォーク浜北でフリーライブがあります。あと今月お誕生日の小野ありさちゃんのバースデーワンマンで、コーラスをやらせていただきます。10月16日吉祥寺のスターパインズカフェさんでありますので、ぜひぜひチケット残りわずかだそうなので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、私は10月9日にさっきも言ってた10月誕生日の、山本香織さん企画でクロスストリートにゲストで歌います。そして10月11日の日曜日は、40分間、ステージがある、負けたつき夜の太陽でライブがあります。その次の日も10月12日、下北沢シードシップでフワライブがあります。久江ちゃんと情報美香子ちゃんと上野真奈さんととても豪華な、出演者なので、よかったらぜひ見に来てください。さらに、さらに来週大阪に行きます。来週だよね、これ来週かな、今週だった、色が来週ですね、来週ですね、来週、来週、来週から再来週、そう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 、14日、ライブハウスティ、17日は、心斎橋のソープオペラクラシックスで、10月20日、梅田赤楚に出演いたします。はい、大阪で見てる人はぜひ赤楚ってでかいですよね。でかいです。なんかスタンディングであと300以上は、すごい、着席でも100名は余裕で入るそうなので、ぜひ来てください。お願いします。あ、まだちょっと、10月19日、カホちゃんとツーマンがあります、東京で、はい、これもすごい、すごくタイムマシンと宇宙列車の融合なので、よかったら遊びに来てください。23日はロアちゃんの企画で、麻痺の月夜の太陽があります。そして31日は、チャイナスクエア、ここの収録している会場でお昼ランチライブがありますので、ぜひお待ちしております。はい、これで終わりです。よろしくお願いします。あ、言わないと。あ、確かに10月25日はなんでこれ、あさこさんと一緒に出ます。固定です。愛知の名鉄犬山線、なんで固定駅からすぐ歩いてすぐのところで、名古屋から多分20分ぐらいの、なんか調べたらそうでした。固定音楽祭、はい、お待ちしております。そして12月23日は、お昼なんですが、南さやクリスマスワンマンライブを行います。絵は自分で描いてる、あ、そうです。うまい、はい、島が描くじゃなくて私が描きました。はい、今日ね、愛理ちゃんをゲストで出てくれて、この日もゲストで、はい、出ます、出ます。南青山マンダラで、ちょっと今年2回目になるんですけども、前回よりも素敵なライブになるように頑張るので、よかったら、クリスマスイブイブのお昼、イブイブ、はい、うん、祝日なので、遠方の方も来れるよね。皆さんを待っております。よろしくお願いします。お願いします。アジアンタム、はい、はい、アジアンタムのライブです。まず10月14日
水曜日横浜オーサイドで歌います。はい、そして10月31日土曜日伊勢崎町クロスストリートで、はい、歌います。もし鳥鳥です鳥です。はい、そして11月3日の火曜日ここチャイナスクエアで、はい、はい、この日はもう一日中いますね。夜はね、パレフィルターで、はい、ですので、うん、はい、よかったら皆様お越しください。はい、はい、朝子はい、私は中田朝子ソロのライブが、10月8日木曜日赤坂グラフィティ、そして、10月の10から私は、3日間遠征ですね、愛理ちゃんと一緒に、10日は私だけなんですけど、やらまいかフェスというあのフェスティバル、静岡です。そして、おお、なんか赤くなった大阪、11日はコラムホール、コラムホール泉佐野、秋の12日は、静岡でね、レハウォーク、浜北に出させていただきます。そして、書き忘れた10月17、18も、所沢と川崎でフリーライブがありまして、その後25日はさやちゃんと先ほどのホテイアートスペースベルグ出ます。11月1日はチャイナスクエアで昼のライブが決まりました。はい、チャイナ、チャイナ、ここ、はいはい、そして11月21日、築地タイムドーム明石でプラネタリウムワンマンがございます。こちらまたおチケットございますので、よかったらぜひぜひお待ちしております。そして11月23日はチャイナスクエアで中田反省会、こちらあの今日宣伝すると思ったんだけど、佐藤和真くんがなんとレコ発だそうです。私のイベントを借りてレコ発するっていうかさ、この日って主役誰なの？主役は分かんないですね。お客様ってことです。はい、でね、私もあのこちらのどっちかで何か出せたらいいなと思ってますので、ぜひぜひご期待ください。まだ言えないけど何か CD。いや、わかんないよ。かんない、あの画伯の写真集それ売れます。いや、出すのは勝手だから。あ、出すの、そうか、これは私がもらっていいですか。、はい、そしてね、毎週火曜日は、22時からアジタムツイキャスを、毎週火曜日10時からもやっております。そして、毎週土曜日は佐藤和真くんとビートルズというネットラジオもやってますので、ぜひぜひ、いろんなメディアで見てください。はい、はい、こんなところですね、はい、この番組告知なんですけれども、このクラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線の伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて、配信しております。こちら観覧無料でワンドリンク500円、火曜日の夜は皆さんで楽しい夜過ごしましょう。え、なんか言ってよ。え、はい、はい、過ごしましょう。過ごしましょう。鈴木言ってよ。鈴木言ってよ。鈴木ここに乗ってないから。嘘。ね、パソコンでご覧の方、うん、何？こちらのね、いいねボタン、ここにあるのかな？右下って書いてある。右下？え、違うよ。右斜め上と左斜め、こういうこと？すごいなんか。かっこいい、かっこいい。ポージング。あのチャンネル登録お願いします。はい、そして2つ目の告知、はい、まず1つ目はチャイナスクエア第2回弾き語りコンテスト、はい、11月23日の本選出場者絶賛募集中ということで、はい、はい、すごいですね、これグランプリには賞金5万円、あ、すごい、すごいね、欲しい、うん、で、あのソロで鍵盤もしくはギター弾き語りの女性ミュージシャン、うん、でチャイナスクエアほか今回のコンテストの主催者の企画ライブに出演したことがない方が上限、うん、ということでですね、詳細がチャイナスクエアのホームページまでということで、はい、もう出てる、とっくに出てる、うん、出てる。で10月25日が締め切り、はい、みたいですね。そうですね、はい、ぜひご応募ください。そしてチャイナスクエアのプロデュースの CD、トゥルーカラー、これですね、こちらかな、こちらですね、はい、こちらが、はい、発売となりまして、インストアライブで各地にお邪魔します、はい、うん、あの追いついていけない
はい、来週は栃木ハートブックスツタヤの3店舗、はい、うん、11月は大阪と名古屋のタワーレコードでインストライブを予定しているので、ね、はい、詳しくはチャイナスクエアのホームページまで、はい、はい、お願いします。じゃあね、あの皆さんに視聴者様のメッセージを一人ずつどうぞ。あ、じゃあキサコさんから。キサコさん忘れてました。キサコことキサラギアイです。今日はなんだかただ騒いでただけだったような気がするんですけれども、一緒になって笑って楽しんでいただけていたら良いなと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、今日サヤポンって呼んでくれなかった。誰も呼んでくれない。私呼んだよ、一瞬。あ、呼んだ一瞬。お願いしますが、あの粘土楽しかったです。粘土初体験。粘土初体験。いや、ここでここで。あ、ここではもちろん。っていうかもう10年以上やってなかったので、久しぶりに。あ、それで愛をしたい。なんか念を込めたんです。あれ、はい、マヨ系で作った。そうそう、マヨ系だから、ハロウィン。うん、マヨ系のスクエアがちゃんと。マヨ系。ああ、ありがとう。に取り憑かれないように。逆に取り憑かれそうだ。いました。どっちか怖い。はい、はい、ありがとうございました。応援よろしくお願いします。じゃあ、島さんも。はい。いや、今日はご覧いただきありがとうございました。またキサコのライブにはよくいます。サヤポンのライブにはほぼいません。カジラスターのライブにたまにいます。どこかでお会いしましょう。はい、初めての MC だったんですけれども、皆様ありがとうございました。年度楽しかったです。あの久々に作ったんですけど、すごいリアルななんか凝ったやつができてよかったです。あの来月もよろしくお願いします。はい、じゃあ朝子言わないの。ああ、私いいよ。はい、来週のゲストは。はい、来週のゲストはですね、キャオさん、はい、中谷美咲さん、はい、若林美希さん、はい、鈴木ゆりえさん、はい、うん、そしてMC は大事なの。今暴言なんですよ。来週のゲストディスりまして、すごい楽しそうって思って、ね、みんなよく喋る人たちだなと思って、うるさそうだなと思って、うちらも十分うるさい。はい、で MC がですね、第2火曜日担当の今泉セリナさん、せっちゃんですね。はい、せっちゃんです。設定は女子会だそうです。あ、そうなんだ。まあ言ってたね。なるほど、うん、お楽しみにということで、はい、はい、それではいつものポーズでお別れですね。右手が棒、左手が輪っか、ここでピーを送ってください。どれを使えばいい。キサラキさんの曲でいいってのかな。で、今週もありがとうございました。来週もと私が言うので、その後に続けて前に出してクラブパルヘジアって、はい、言ってくださいね。準備大丈夫ですか、ね、ダメ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 。じゃあ今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。よい、ありがとうございました。ありがとうございました。
誰にも言えない苦しみや言う必要もない胸の内を言葉にしたら涙が溢れてた忘れられたらいいかな泥だらけだから夢はやがて希望になり僕を許すだろう止まらないで選んだ道辛いことがあればする